隙間時間で勉強にもなる。オンライン研修にはこれ。おはようございます。おはようございます。はい、今日も研修動画を見ていただいて、皆さんには仕事を覚えていただきます。こういうご時世なのでリモートで行います。それではご覧ください。この場合は順番を入れ替えるので良いと思います。ちゃんと聞かないと、ね、予報できない場合もあるので気をつけてくださいね。わかりましたか？大城さん、はい、動画は理解できましたか？はい、完璧です。もしもし、ええじゃないかですか。なんとかしてください。コロナの影響でオンライン研修っていうのはもう日常になりました、はい、そこで今回のレックの e-learning なんですが、学べるコンテンツがおよそ300種類、すごい。ということでレックの e-learning についてさらに詳しく解説してまいりましょう、うん、レックの e-learning を提供している株式会社東京リーガルマインド代表取締役社長弁護士の反町克彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レックの e-learning なんですが、どんなところが優れているのかを教えていただけますでしょうか。コンテンツの種類が約300種類。おビジネスパーソンが必ず、身につけておくべき知識、スキルが、網羅されてます、うんうん、まあ、会計ですとか人事、うん、マネージメント、うん、営業、まあ、幅広くですね、入ってます、うん、そして、レックは40年以上にわたって国家資格試験、公務員試験の受験指導を行ってきた、まあ、そういう実績がありまして、うん、法律分野のコンテンツが特に充実しています。ズーム配信など、まあ、オンラインの研修っていろいろありますが、うん、他とはどんなところが違うんでしょうか、うん、2つ問題点があって、はい、1つはまず音声がありますので、うん、イヤホンをして、受講すると、いつでもどこでもというわけにはいかないのが、うん、動画研修、はい、確かに。そして、2番目、流しっぱなしでながら見で、うん、実際はこう、まあ、別のことやってると、いうことが起きてしまって、うん、やはりこのクリックをして理解して進んでいく、うん、自分のペースで、勉強できるという、うんうん、この隙間時間を活用して社員にレベルアップしてもらおうという、そういうことに最適なシステムになってます、うん、300種類もあるレックの e-learning から、今回はですね、スタジオの皆さんにも関係しそうなコンテンツを選んでいただきました。そのテーマはハラスメントです。ハラスメント。 A さんは職場で唯一の独身男性ですが、うん、A さんの職場の同僚である B さん、うん、まあ、かっこ男性が、うん、どうして結婚しないの、うん、としつこく聞き、うん、周りの同僚も聞き耳を立てているようで、うん、A さんは職場に居づらくなり、仕事への意欲も減退しています、うん、ほっといてくれよ。異性に対する性的な言動に限られず、 B さんの A さんに対する言動のように、同性に対する性的言動であってもセクハラとなる可能性がある。柴田さん、いかがでしょうか。これは丸です。お、うん、丸でございます。ほら、はい、さすが。言われたくないね、ご覧いただいた通り、シチュエーションがまず出てきます、はい、その後確認クイズが、随所に入る、はい、そういう形になっています、うん、特徴、2点、1つのテーマについて必ず5つ以上のスライドを使って、うん、しっかりとした情報量を掲載しています、はい、企業研修で必ず必要となるポイントで、うん、受講者がちゃんと理解しているか、うんうん、履修しているか、この、受講履歴の管理が重要になります、うんうんうん、必ず一つずつクリックをして、うん、しかも確認クイズが、正解か不正解かっていうことも受講履歴で管理しますので、はいはいはい、まあ、人事部から見るとこの社員はちゃんと勉強してるかなというのが一目でわかる、ああ、いや面白かったですし、結構難しいので勉強になりますね。さあ、300種類の、コンテンツ以外で、まあ、リクエストがあった場合、そういうのにもお答えいただけるんでしょうか。はい、もちろんです。でよくあるのは、まず先ほどのシチュエーションをその会社の、業界に沿った事例に変えてほしい、はいはい、という中身ですとか、あ、そうかそうか、クリックアニメーションでやってますので、もうここを変えてくれっていうリクエストも簡単だし、はい、あと最近は外国人の方が学ぶっていうことで、あ、まあ、よく字幕をつけたりっていうのもあるんですが、レックの場合はもうテキスト自体を、例えば英語とか、はい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 、ベトナム語とか中国語で作るっていうことも多言語対応も可能になってます。レックの e-learning クリックアニメーションは、うん、研修コンテンツが300種類もあって豊富、うん、中でも法律関係は充実しております、うん、低価格で導入できます。また複数のコンテンツを組み合わせて選ぶプランもございます、
学習の経過や成果、受講の進捗状況など専用の管理画面上で簡単に確認可能。人事部のコストや手間も軽減されます。その他サービスにつきましては、レックの e ラーニングのウェブサイトでチェックしてみてください。はい、学べるコンテンツは300種類と豊富なレックの e ラーニング、以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、レックの e ラーニング承認です。いただきます。